えーっと、この動画では、ハルシネーションスコア、計測アプリについて説明していきます。まず、ハルシネーションが何かについて説明いたします。ハルシネーションとは、LLM の生成結果に誤りがある場合の現象の一つです。実際の例を見ながら説明していきます。例えばですが、LLM に対する入力が、サザエさんにおけるタラちゃんのお父さんは誰というような質問だったとします。 今回の例では GPT3.5 を回答の生成に用います。え実際に生成してみます。こちらが生成の結果になるんですけれども、えーサ,ザエえー、サザエさんじゃないね。えー、タナちゃんのお父さんは磯野波平と回答しています。えこの波平さんっていうのはおじいちゃんでして、実際のお父さんはマスオさんになります。なので、この生成結果は誤りです。で、一方ですね。 まあ、生成結果を見ていただくと、サザエさんについても知っていそうだし、まあ、エサの波平を正しく回答できているので、まあ、どうやら GPT 3.5はサザエさんについて学習していそうだということがわかります。で、まあ、サザエさんのキャラクターについてもある程度学習が進んでいるはずなのに、えー、質問に対して適切に回答できてないっていうのは、まあ、学習データに対する事実に基づかない回答を生成してしまっています。このような現象をハルシネーションと 研究界隈では読んでいます。はい。では次に、このハルシネーションについてスコアリングする理由ですね、を説明していきます。このスコアを計測する理由としましては、実際にこの GPT3.5 の例を見てもらった通り、かなり強い大規模言語モデルですら、まだハルシネーションというのが起こるということが確認されています。要するに、ほぼすべての L ルームがハルシネーションを起こすことが ま、想定されます。で、このため、l m を、えー、サービスに展開する上で、まあ、この生成結果がどれぐらい妥当なのかとか、どれぐらい怪しいのかっていうのを把握しておきたいっていうような要求があると思います。そこで、まあ、オ l s では、こういった生成結果がどれぐらい妥当なのかっていうのを、まあ、スコアリングするような技術を研究開発しています。はい。では、実際に、ま、このアプリを使っていきましょう。えー 今回、まあ、サザエさんのままそのままでて説明していきますが GPT 3.5で生成結果もこれをまず用います。で、これがまあどれぐらいスコアとして妥当なのかっていうのを見ていきます。こちらのハルシネーションスコア計測っていうようなボタンを押していただくとスコアの計算が始まります。アルゴリズムとしましては、この こちらの生成結果が妥当なのかっていうのを13回ほど GPT-4 に検証させるというようなアルゴリズムになっています。結果が出ましたね。えー、っと、ハルシンションスコアが100となっています。で、この値なんですけれども、まあ、大きいほど誤りを含んでいる可能性が高いような値になっています。で、逆にま低いほど正しい生成結果である可能性が高いようなものです。で、このスコアの範囲はまあ0から100の範囲で、 出てくるので、ゼロの場合は、かなり正しい生成結果じゃないっていうふうに予測されていて、100点て全然もうこれ確実に誤りだよって言われているような感じですで。こちらの下に出てきた謎の日本語のラレンなんですけれども、こちらについては、なんでハルシネーションが起きてるかっていうふうに、GPT4 が判定したかっていう理由がここにザーッと並んでいます。多分これ13回の検証中、13回全部ダメだよって言われてるので、13個理由が並んでいる感じになっています。はい。 で一旦誤りを含んでいるケースについてを見てみたので、次に GPT-4 に生成させてみましょう。はい。生成結果はマスオさんですと正しい回答が書いてきていますで。こちらの生成結果について、またハルシネンションスコアを計測していきます。はい。えボタンを押したのでスコア計測中となっています。少々お待ちください。はい。 で、生成結果が出てきていますね。シネーションスコアが0となっていて、まあ、ほぼ確実だろうというような結果になっています。まあ、こういった、え、生成結果の妥当性であったり、まあ、どれぐらい事実に反する生成結果になっているかっていうのをスコアリングすることによって、えー、生成結果をフィルターしたりだとか、えー、サービスで提供している際にその生成結果がどれぐらい妥当かっていうのを、まあ、示すことができます。 はい。以上でこの動画の説明を終わりにいたします。